はいどうもベイビーキングダムでーす。今日はなんと、はいはい、北海道に来ております、はい、そしてずっとですね僕たちが行ってみたかった、はい、ちょっとカメラグイーと行きますか。イクラの丼です。イクラ丼海味八京さん、イクラ御殿さんでーす。はい、行きましょう。それでは、早速お店の方にもう撮影許可をいただいてますので、はいはい、グルメレポ挑戦みたいな感じで、はい、そうですね、よいしょ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 、乗せてもらって、はいはい、食べていって、はいはい、北海道のツアー、はい、頑張っていきたいと思います、はいはいはい、それではお店にレッツゴー。ベッピーキー、うん、はい、お店に入りましたということで、はい、メニューを今からちょっと選んでいこうかなと思うんですけど、はいはい、先にちょっとドリンクだけ頼んじゃいました、はいはい、夕張メロンソーダ、はい、一緒やね、夕張メロンソーダ一緒。僕はハイボール、めっちゃ中心に入れたらハイボール、はい、はい、で、札幌クラシックジョッキ、ジョッキ、これに合うやつ探してきて、はい、まずはイクラ、まずはイクラ、普通のイクラとサーモンが乗っとる方のイクラと、はいはい、まあ、イクラドーンですね、そうですね、あるんですけど、やっぱ今回は俺たちビギナーということで、はいはいはい、この元祖ツッコ飯、ツッコ飯、はいはい、これの台、はい、を4人で分けていこうかなと思います、はいはい、あとなんか注文したの、せっかくだから北海道名物っぽいので、はい、絶対頼みたいのがあって、うん、北海道産エゾシカソーセージ、はい、ただね、あのシカが大好きなので、これ食べていきたいと思っております。はい、エゾシカソーセージ、はいはい、これ野菜が食いたい、はいはい、北海道の野菜といえばバターコーン、はいはい、ココチさん、はい、バターコーン、はい、かわいい、海苔が北海…海苔、これシソ、海苔ですね、多分海苔が北海道、おー、はい、すごい激川、あとは、すごいインストでも勧められてましたから、はい、本物のシシャモ、おシシャモをいただきたいと思います。シシャモのモノマネのやり方をしてたけど、こうやって、こうやってこうやってで、顎を出す、せーの、はい、これシシャモ、嫌がらないです、はい、ということで、お料理が届く前にトラマルバースでもあったんですけれども、はいはい、明日の北海道初日、はい、からネクストスタートかなと思ってますので、はい、スタッフさん含め乾杯したいと思います。乾杯いきましょう、乾杯、お願いします。ベビキン、それではステッコミチームにまーす、おいっさー、食タイム行きたいんですけれども、はいはい、これ最初のこの一すくいっていうのは、はい、やっぱ一番至福の時間ですよ。新雪の雪にダイブする感覚ね、ハリさん、はい、の誰かに踏み固められた雪の上を歩くよりもふわふわの雪にダイブする、そう感覚でいけるじゃんけん、じゃんけんほい、じゃんけんほい、ということで、はい、ふわふわダイブ、はい、ふわふわタイム、ふわふわダイブ、インダイブ、はい、インダイブ、イクラをいっぱいすくいたいと思います、はい、いけー、おいしさ、おいしさ、あー、おいしさ、デブのくせに繊細じゃん、おいしさ、一口目、やらかせていただきます、はい、はい、僕の口の中で鮭が、サーモンが弾けとんの、お前ちょ、濃いよな、シギ一番得意やん、若さよ、お前もうあれやんな、タコが飯困ろうって、タコが飯困ろうって誰だって思うの、俺のことやろ、お前やっていいかい、えらい規模ちっちゃいから行くぞ、これ取り方まずこうや、おそうや、こうや、こぼせ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 、これね、ほんと乗せくれよ、上に何人もいくら、よし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 、行きますよ、行きますよ、タコが飯困ろう行ってこい、はい、では、いただきます、はい、あ、もうすぐ行こう、すぐ行こう、うんうんうん、おぉ、俺はこんな動きしたことあるか、ないやろ、ぐらい元気が出る、あ、酔っ払うと同じぐらい、ハイボール最高ですねどっちでその動きだったでしょうか、ハイボールですね、大丈夫、大丈夫、食べましょうか、はい、食べましょう、じゃあ勝負させていってみましょうか、いただきたいと思います、食レポの目を見せてください、うん、まずご飯がすごい温かくて、イクラが冷たいんですよ、そのコントラスト、温度のコントラストで、まず脳内がパニックです、そして全部弾けるんですね、なんかよく関西で食べるようなイクラとは全然違って、今日皮がこうパリッとしてる、もうね、なんかたこ焼きいっぱい食べてるみたいな気分になりましたね、うん、美味しいです、表現が合ってるから、山本さん、趣味のコメントお願いします、いただきます、美味しい卵、味がしぶとい、イクラの回転寿司みたいにすぐ消えない味が、卵の卵黄みたい、海の卵かけ、いただきましょう、いただきましょう、
ますから。何でもいますからね。余裕で。いくらにご飯乗ってんちゃうかなぐらい。ああ、わかる。逆の感覚になってね。なるほどね。うん、さてさてさて、はい、サイドメニューってんですか。はいはい。まあ、つぶつぶにつぶつぶで対抗してみたのと、はい、もうすぐクリスマスだから、鹿食べよう。はい。ソーセージ、ね。本当のシシャモは北海道にしかいない説みたいなのが取られてる。はい、食べていきたい、食べていきたいと思います。はい、こっこも食レポですか。こっこも食レポしてください。こっこツアーで食レポがうまくなっていくという、はい、はい、北海道のコーンいただきたいと思いますけれども、はい、ガバッといかんかい、ガバッと。あ、なんかね、香ばしさがすごい。そうですか、香ばしい、うん、香ばしい。とんがりコーン思い出した。とんがりコーン思い出した。鹿肉ソーセージ、この丸いきたいと思います。いや、慣れ親しんだ鹿の味、大変美味しゅうございます。これの式はシシャモ行きたいと思いますけども、情報によれば焼きはメスの方が美味しいらしい、刺身はオスの方が美味しいらしい。どっち行きます？じゃあここ、じゃあ私メス行きます。はいはい、マヨネーズをいっぱいつけて。卵大好きね。ああ、美味しい。じゃあ次はオス好きの式。それもボリューム分けるオスやめまかし。オス、香りたっぷりマヨネーズつけていただきたいと思います。どうですか。どう、オスの感触。なんか生臭みっていうのは全くありません。苦くなくない。苦くないです。やろう、はい、昨日食べたから知ってんじゃん。そうですか、はい、完成です。では続きまして、そのままいただきましょうかね。はい、全部完食しましょう。完食しましょう。ベビキン、はい、ということで、八木さん、たらふく食べてきました。食べました、食べました。美味しそうさまです。いや、もういくらのね、はいはい、パンチがすごいね。すごい、すごい。余裕で完食できたんですけど、はいはい、幸福のつぶつぶで、はいはい、幸福のつぶつぶ、お腹が満たされたということで。そうですね。北海道的影響、はい、北海道的影響を養ったので、はいはい、このツアーのスタートダッシュになるんじゃないかと、はいはい、思いました。はい、していきましょう。はい、ということで、八木さん、はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。